ありがとうございます。あ、結構ここが温暖化だ。パイパー V。ちょっと入ってみて。ちょっと情報を測ってみて。ちょっとバイクの音が入って、ちょっと。あれでカーフにトレードで受けて。で、打ったもんで、テレビとかで解説載せられたもんで。あと、キャンプはその頃若いのがいい。万が一あんまり良くなかったな。なるほど。ここは出るん。練習きついけ、お前練習嫌いじゃろ。はい。できない。先にあれは。だったらなんかあのスプレーでキャンプしよう。はいはいはい。あの時アスリン行為が出てきた。あ、待って、アンクルガードつけてるわ。あの時話がね。いやいや、これいいから。ずっとオープニングって、なんでかなと思ったら、全然、ギアブレーキ向いてなかった。え、あ、これ俺やに合ってる。なんか違和感あるな、なんなんだろう。サイズ的なものじゃん。いや違う、なんかなんかやっぱ裏が硬いっていうか。なんかそこをフロントホップとかで逃げていくんだ。ああ。とっさにフロントホップってきつくない。柔らかい。なんかこうなって。で、まあソールはこれはまあこの辺多分好みで変えるもんなんだと思うけど。これいらんなこのかかとのこれはこうなってみると。ああ、そうか、なるほどね。やけこのシューズ履いとったら、うん、ここが閉まってないっていうか、やっぱ、うん、これに比べたらここが、うん、それでかい、それでかい、あのなんて指が遊ぶっていうか。26.5 で、とにもかくにもソールか、うん。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここからナレーションでいきます。自力日清五目さんから発売、うん、ちょっと延期されて4月から発売されるトライアルシューズを、うん、まあちょっと、うん、現物を履いてみて感想、正直な感想を述べたいと思います。うん、そう、根本柔らかい、うん、柔らかい、そうだ、裏がねちょっと硬い、うん、ちょっとね思いっきり曲げよるけど曲がらんのんよね、ソールが。そこがねやっぱあのトライアルシューズと比べたら硬い。でやっぱあの靴ひもで締め上げるんじゃけど、締め上げる範囲がやっぱ足の甲の上の方からしか締め上げれんけ、指先がどうしても遊ぶ空間が広くて、中でグーチョキができるっていう。靴自体も結構幅広いよね。うん、いや幅広はいいよ。俺はもう幅広は好きなんじゃけど、うん、中の空間よね、空間の問題で、うん、もうちょっと紐がつま先まであったらよかったんじゃけど、うん、これだったらランニングシューズと変わらんけ、うん、あんまり自分の足には合わなかったんで、まあ正直モンティシューズとか他の510とか、うん、まあいろんなシューズ履いてきたけど、うん、それらとトータル比較して、うん、自分の好きな100点のシューズはその510のアッセントっていうやつが、うん、あれが100点だとしたら、うん、アッセントの次が90点でガイド手にいいっていうのがあって、で80点で510のインパクトっていうなシューズがあって、うん、まあ、それと同等なのが今履いてるグリップっていう80点ぐらいなんよ、うん、俺のなんて足にフィットするっていうか好みがね。でこの新しい靴の点数をつけるとしたら40点っていうような感じで、点数つけちゃうとどうしても比べちゃう、トライアルシューズと比べるとどうしてもね、値段が半分以下じゃけっていうのは関係なく、ちょっと残念だなっていうような作りでした。でこれをおすすめできるのは、まあ、初心者中級者さんにはおすすめできるけど、うん、今現行でトライアルシューズを履いてる人にはちょっとおすすめできません、うん、なぜならやっぱトライアルシューズと比べたら、うん、ちょっと残念なところが 目につくっていうか、いいかなっていうような感じで、こういうのとか参考にせんかったのかな。
そうそう、作るんだったらなんでトライアルシューズをちゃんと参考にせんかったんかなっていうのは疑問なんじゃけど、それだったらそのまあじゃけあれなんよ、うん、トップライダーに売ろうとは思ってないんだと思うね。その初心者中級者さんにあの手に取ってもらって使ってもらえたらっていうのと、今ハイパー V 履いとる人が結構おるけ、その人らに向けてあの売る気じゃけ、だけトップライダーに使ってもらうためっていうよりかは、初心者中級者さんの今ハイパー V の、あの作業靴を愛好しとる方、愛好家に向けて作っとるけ、だけその人らがあのお買い求めになるのには全然問題ないんじゃけど、現行であのトライアルシューズとか510とかあのトライアルメーカーのちゃんとした靴を履いとる人にはちょっとどうしてもあのおすすめしにくいっていうか、いいものを知っとるけ、俺だったら倍の値段出してから今履いとる靴を買う、例えばこのソールが柔らかくなったら、ソールそうじゃない、ソールが柔らかくなってつま先がしっかり締めれるだったら買いだけど、うん、そうこのソールの硬さでつま先まで、締めれんじゃん、うん、どうしても結構空いとるじゃん、うん、でもう一段階二段階改良されたら買ってもいいかなって思うけど、うん、今履いとるシューズがあるんじゃけ、うん、このシューズがボロボロになって買うかって言ったら多分買わん、新しいこのシューズを買うと思う倍の値段出してから、うん、でもそれまでに柔らかくなってそう締めれる感じになったら、うん、まあ、なって値段が一緒なら買う、うん、だけど今の状態だったら、うん、だってあるんじゃんこの靴、うん、俺は結構ボロボロになるまで使うけ、うん、全然トライアルもしてないけどボロボロになる予定もないし、うん、でうん、あわよくは俺510、うん、あの出てきたら510にしようかなと思うよるけ、うん、その辺がね難しいよね、うん、せっかく日本のメーカーが作ってくれとんじゃけど、うんうん、これすごいよって言ったら嘘になるしこれめっちゃいいわって言ったら嘘になるし嘘をついてまであのみんなに勧めるのもどうかなっていうようなところで、うん、文句なしで勧められるのはね、俺このシューズじゃないよ、510のアッセントが一番良かったんよ、あれ、うん、あれは俺は個人的に おすすめできるんよ、青いやつだけどもうあれ売ってないんよ、うん、いいシューズはもうそうなの、トライアルにいいシューズってガイドテニーもそうだけど、うん、いいシューズってなんでか知らんけど廃盤になるんよ今まで俺が履いてきた靴全部、うん、ガイドテニーとかも昔は良かったんじゃけど、うん、今のやつ、ね、似たような形の510があったじゃん、似たような形状の、うん、今のやつは全然ソールのパターンが変わっとってから、うん、なんでパターン変わるんやって思ってから、うん、いいなって思ったらシューズはだいたい消えていくね、うん、だけど今俺が履いとる靴はあまりいいとは思わんけど、うん、まあそのうちいいシューズがあったなと思ったらすぐ買う、うん、開発してくれや改良か、いやでも多分もうこの初期ロットはあの変えのか、いや変えれんじゃろ、もう遅いじゃろ、だって本当は2月に発売だったのが4月に延期になって、完売すりゃ変えるまあまあ完売すりゃあれなんじゃけど、うーん、なんか下手にこれいいよともみんなに勧めないし、うん、正直なところね、うん、難しいところなんよね、勧めてあげたいんじゃけど、うん、なんで俺に一言作る前に声かけてくれんかったんだって思うけどこんなんダメだろ、前触った時こんなことかな、うん、なんかもっとね柔らかかったはずないよ、うん、だけど現物をやってみるめっちゃ硬いんよ、うんうんうん、なんでこんなカチカチなんやって思ってから、ね、前段階ねいいなと思ったんだけど、うん、柔らかさが全然違ってから、うんうんうん、なぜこんなカチカチにしちゃったんだろうと思って、うんうん、そんなに硬かったらじゃけ、うん、要するにあの岩とか滑りやすいところを歩くにはいいかもしれんけど、基本的にペダルの上に立っとるわけじゃん、うん、じゃペダルの上に立つことを考えたら向いてないんよ、うん、じゃ足場の悪いところを歩き回るには向いとるかもしれんけど、うん、ペダルの上でって言ったらいやこれ全然ダメだと思うんじゃけど、うん、前
だってそんな悪いところあんまりいなかった気がしたの。うん、なんで製品になったらこんなカチカチになるかなって思うけど、うんうん、たまたまその試供品、試供品っていうかそのなんていうこれなんていうか試着品、うん、みたいなのがこうなんかともい、うん、分からんのんじゃけどね。ただみんなの期待値が高い分、うん、あの手にした人ががっくりするのすごい怖いんよね、うん、これ俺だったらがっくりするなって思うな、うん、だって前お兄さん持ってた時ねえ、もっと本当に普通にあこれいいなと思ったんだけど、難しいよね、うん、でその日本の、うん、なんていうの、お、うん、優れとると思って買わん方がいいよね。あ、トライアル専用だから優れとる、うん、トライアル、まあ、自転車用靴イコール優れとるって思ったらダメで、でも大体専門の品ってそれ、まあまあそれに特化しとるんじゃけどいやいやまだ510 の、 あのアプローチシューズの方が全然上じゃけね。それはあの登山の、まあ、クライミングとかのアプローチシューズなんじゃけど、うんうん、あっちの方が全然いいけ、 あれ登山シューズな、そうそう登山の靴やけで、インパクトとかもあれば軍隊とかで使うあのハイカットシューズなんよ、うんうんうん、あと米軍かなんかが使っとるあのサイレントシューズっていうか足音がせんタイプなんよ、うん、そんな機能があるじゃあ全然自転車とは関係ないシューズなんじゃけど、うんうん、そっちの方が全然トライアルに向いとるけ、うん、でトライアル専用っつってモンティシューズとかもモンティ社が作っとったシューズあったけど、うん、あんなん別にでもあれも柔らかかった、柔らかくていいけどグリップいいかって言ったらそうでもないけね、うん、値段が高くてブランド名がついとって、うん、値段がすごい1万何ぼだったかな1万8000円ぐらいするけど、うん、実際そこら辺の直旅の方直旅と大差がないけね。そっか、一概にそのトライアル専用グッズって売り出されとっても、うん、それがいいか悪いかは、まあ、好みがあるよね、うん、好みがあるんで、まあ、今回は、うん、まあ、ちょっと正直俺の好みじゃなかったですよっていうのは、うん、まあそんな感じでした。はい、はい、ご視聴ありがとうございました、うん、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。